次です。和歌山市の木の川に架か,かる無そた水環境の一部が崩落し、仮設の水道管が設置されたことに伴う無そた橋の通行止めが、今月15日早朝、解除されます。和歌山市の無そた水環境は、去年10月に一部が崩落し、水環境に並行してかかる県道の無そた橋に仮設の水道管を設置して、市の北部地域に送水していたため、 この間、むそ田橋は全面通行止めとなっていました。復旧工事が進み、先月には送水経路が水環境に切り替えられたことから、仮設の水道管の撤去作業やむそ田橋の点検作業が行われていました。点検の結果、橋の状態に異常はなく、車の通行に問題ないと判断できたことから、今月15日午前5時に通行止めが解除されます。 市は解除までに武蔵田橋のセンターラインの引き直しやガードレールの復旧などを完了させるほかきょうから順次、看板を設置して解除を周知するとしています。